幼い頃、僕の遊び場はおじいちゃんの働くホテルだった。そこは毎日が冒険でドキドキがいっぱいだった。どうしよう。ちょっといいか。ホテルマンがお客様に対してノーということはありえない。家族にしてあげたいことを考えれば、おのずとお客様にすべきことが見えてくるだろう。別に好きで働いてるわけじゃない。何？何も知らないくせに。できるじゃないか。止まれって言ってんだろ。自分の足で進まない限り、君はいつまでもそのままだ。また逃げんの？いつまで逃げるつもりよ。相沢さん、戻ってきてください。俺たちも同じホテルで働く、家族のようなものだからな。僕らはここにいる。